そして北海道にはとてつもない怪物が現れた。体重400キロのヒグマだ。先月、紋別市の畑を荒らしていたところをハンターが駆除したのだが、そのハンターも驚いた。50年やっているが、こんな大きなクマは見たことがない。北海道でとてつもなく大きなクマが出没。その大きさはどうこしていた。